ネバダ大学ラスベガス校とユニバーシティスクエアネバダ大学ラスベガス校はアメリカのネバダ州ラスベガス市内に位置する州立大学である。合わせて200を超える学士、修士、博士号のプログラムを約850人の教授、講師が教えている。ストリップ通りから約2.5キロメートル、マッカラン国際空港の真北に位置する。面積は約 1.4K 平方メートル。 合わせて17のスポーツプログラムがあり、それらはレブルズもしくは女子スポーツの場合レディーレブルズと称される。伝統的には男子バスケットボールチームが強く、1990年には名門デューク大学を103から73と決勝戦史上最大の得点差そして史上初めて3桁得点で全米1となった。 ホームコートは18,776人収容のトーマスマックセンター。このアリーナでの2007年 NBA オールスターゲーム開催が決定。これは NBA オールスター史上初の大学キャンパスにあるアリーナにてのオールスターゲーム開催である。バスケットボールアメリカンフットボール野球総合格闘技放送業界その他。ありがとうございます。